ぬえー、マジか、食われた。どうも、エルザです。それでは、ダークソウル3やっていきたいと思います。さて、早速ね、ポンポンってやって進めていきたいなと思うんですけど、ちょっとね、今、動画編集か、前回のライブ終わって、ずっとしてたのよ。そしたら、確かにこの冷たい谷の踊り子とか、まあ、まだ死の沼地とか行けてないんだけどね、とかもなんだけど、イルシールがね、あ、これ、町外れのハイヤーのところから地下の方を通れるのよ。これ行ってなくて、ちょっとレスリック場も行きたいんだけど、なんか一つ揃えてないのがあったからね、そういうのも集めたいんだけど、まあちょっと、ハイヤの方から行こうかなと思います。んじゃあ行きましょう。こっちだね。さあ、何があるかな。でもさ、先に行った方が正解っぽいから、多分そんなに気にしなくていいと思うんだよね。いるねー。めっちゃ走ってるよ。反応は？よし、来い。来た。あー、2体一緒に来るか。ね、イルシールなんで、イルシールの普通の、え、一体、けっ騎士ね、イルシールの騎士ね、あれにだけ気をつけていきたいね。銀騎士はどうにかなる、まだ。でも、イルシールの騎士に関しては、なかなか辛い。ところある痛い。早速行ってたら出てきたわ。はい。あー、強い。あ、ちょっと重厚でゴリ押しって感じだね。強靭度が低いのが救いかな。あー、びっくりした。左見た瞬間だもんね。あー、待ち伏せスポットか。いるわ。あー、そしたら、あった。まあ、硬いけど、ひるんでくれるから、まだ楽ちんだね。よーし。いやねー、今回、ま、普通に動画撮ってるけどさ、ほんと、トラブってたからね。いやー、ありがたかったね、チャットで。やりとりしとったら冷静になれるわ。大かけら。ほんとねー。配信は大変だね。じゃあ行きましょう。特にはって感じかな。おお、綺麗だねー。あれ、あそこって、あの気持ち悪いやつが出てきたところか。あー、反対側来たんだね。何もない。さあ、洞窟。特には出てこないね。いないね。あー、セーブポイントか。
さあ、チカロ。でね、ちょっと戻りたくて、4500、ちょっと転送してもらおう。冷たい谷の踊り子でさ、二刀流、まあ、相当だよね。手に入れたじゃん。あれを、これ、ちょっと使ってみたいなと思ってて、ああ、今日か、もうこれで終わりか。そうだね。8個いるもんね。ねえ、単純な計算で足し算ね。100、今が、ロングソードじゃん、これ。よう倒したな。マジか。強化しない武器でよくさっき倒したな。よし、行きますか。そもそもこれでいけるのかどうか。ショートカットだね。あー、ショートカットあるってことは深いのかな。びっくりしたあー、マジで。いや、今それする。びっくりしたわー。いて。くんのかよー。ちょっと待った、試しとけばよかったな、ダメージ。おー、なんか通った。鍵かかってる。あ、これ開けれるんだ。しかもなんか通ったんだよな。めっちゃ見てる。うわ、嫌だな。おい、3。いや、ちょっと待って、なんかライフが減ってる。攻撃されてないのに減ったね。なんだこいつ。てか、最大値が減ってるな。マジか。188。一発がね。消えかけのソウルあって。びっくりしょ。295。はい、こっちの方が強いです。切ねえな。あ、はい、やめましょう。こっちで、強化式終わるまではこっちで行きましょう。1、2、3。はい。はい、行きましょう。ちょっとゲーム音下げようか。あのね、チャットでね、うわ、うせーって来たから。いや、あれはビビるわ。あの叫び声を。ちょっと待った。復活してね。やべ。ちょ、マジで、ちょ、おお、ちょい焦るー、それ。焦る、しかもなんか体重いし。こわっ。おー、なんか出てきてる。いっぱい出てきてる。とりあえず回復して。いや、正直に、俺も、
あの声の大きさにびっくりしたん。これぐらいで、まあそうだね。これぐらいのゲーム音で、やっていきましょう。いや、ホラー要素に、ホラー要素ないって聞いてたんだけどな。で、鍵かかってるし。マジで、めちゃくちゃうるせかったなぁ。無理。あの叫び声は半端なかったなぁ。あれどれくらいかなぁ。なんかでも、緑の時は耐性だったから、ここ大丈夫だね。見えない壁が。おい、刺され刺され。ここはね、恒例の早送りで。ここは恒例の早送りで。ピシャンピシャンピシャンってなってるはず。あ、ユミ最高。歩いてき方が気持ち悪い、気持ち悪い。熱い。熱い。やばいやばいやばい。うわー、ライフほぼなし。いやー。やば。ちょっと、HP が増えるのもあと。ここ嫌だなぁ。とりあえずアイテム取るときだけ要注意だね。声すげえな。じゃあアイテム取りまーす。よし。マジでうるさかったからな、あのでかい声は。何の声これ。ここは開かない。え？なんかいる！ちょっと待った。いや、でも動かないから。めっちゃ左耳で、モンスターの声するんだよな。はい、倒した。カメレオンみたいな敵が出てきたね。何？リスナーが生まれた時の声だって？いかんいかん。あんな声出すの？やばいよ。ああ、上いるのか。ま、とりあえず、ショートカット的なものが、できたのかな？これでね。さあ皆さん、ちょっと耳の準備してくださいね。耳のね。いきますよ。なんもでかった。嘘やろ。あんだけ叫んどいて。
でも、これで鍵が開くから、ここ鍵開くの？あー、合ってた。あ、これ。見えない。あ、落ちるね。ちょっと開けれなかったところを。あ、開けれるね。いいね。あとは？あ、鍵。この鍵は違うんだ。ややこしいね。鍵が数種類存在するのか、ここのマップは。そしたら、こっち行ってみようか。うわー、お久しぶりの敵がいる。けど。よしよし。えいえい。お前そっから見れもしねえだろ。やべ。それさ、いや、つやつやつや。はい、終わりー。ちょっと待って、めちゃくちゃあの月強くね？これはこれで正解か。よしよし。よーし、そう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 。そうそう。意外と早いんだよな。貫通すんの？それは聞いてない。それはずるいね。あれは被ダメージか、そうなると。おはようございまーす。お久しぶりだね、君はね。あ、そこもいるじゃん。うん。ほんと。あ、いた。弓強化してさ、楽だねー。これで倒せるんだもん。よしよし。あ、まだ鍵があるんか。そっち。さあ皆さん、うわいとは敵。いや、それは気持ち悪いっす。なるほど。出血系か。どうしよっかな。はいはい。嫌だな、この何もない感じは嫌だな。よしよしよし。これでオッケー。いないね。お前か、ねちゃにちゃおんの犯人は。
ですよね。意外と当たんないんだよな。まあまあ出血はしゃあない。ほい、うわ、ここはもう本当ライフをえぐりに来てるね。で、こっちがないってことは、反対側か。何を取りに来たんだろう。まあまあ、いい経験値稼ぎと思えばいいか。で、問題は反対側に行ってっていうのと、あとそこか。そこが通れるって感じだね。で、右にいるんだよね。さあ、離れましょう。あー、なんか見られてると赤い時になんかモヤモヤしてるね、背中がね。まあまあ、ライフは結局減るけど、確実にね。うわー、こいつやべえなー。で、回復して。よしよし、これでついてこないよね。あ、あるじゃん。うん、あー、下か、下っぽいな。あ、て、君もいるんだね。特に落とし物はなし。あれ、下のさ、あれ、光る石かなんかわかんないけど、あれ欲しいよね。まあ、とりあえず降りよっか。あれ、降りるときは？ここ違う。あー、そういう感じか。しかも2体いるんだよな。やば。2体はさすがにね、相手しきれんなーと思って。よし、オッケー。で、下にいるんだよね。だよね、そうなるよねー。で、わかった。これは、いないもんね。よし。よしよし。焼きごって。あー、焼き。もういったいたわー。うわ、マジで。その最後のスタンプがさ、強すぎんのよ。
ああ。ちょっと待った。先に回復しよう。あ、次は襲ってくんのか。よし。うわー、気持ち悪っ。まあでも言うほど強くはなかったねー。起きてたんか。おいっとー、もう一体。ちょちょちょ、画面画面画面。よし。これは？開かない。なんか音がするね。ああ。めっちゃ顔出てんやけど。よし。ああ、で、しかも、逃げたか、あの子。鍵っぽいのないよね。ああ、出るんだ。なんかそこを取りたくない。ってことは、反対側にあった、降りる場所があったから、そこを降りてみようか。もしかしたら通じてるのかもしれないからね。いやー、ここきついわー。マジでここはきついねー。ミルシール来て、ちょっと雰囲気変わったもんね。じゃあ、降りましょう。おほ？吠える竜院の指輪。ああ、技術、魔力なんだ。はいはい。1、2？ ああ、なんかそれっぽいのいるわ。ちょっと待ってね。それだったら。全然当たんねん。これも意外と起きてんじゃね？めっちゃ貫通するね。違うのか。うめえ！ お主なかなかやるな。よし。あ、やっぱ生きてたんだ。ラッキー。さて、これで安心して取れる。コッペン、あれ？いや、でも、まだ行けそうなところはあるけど、引き返すところなのかな？何もない。お宝だけど、
ね、あ、ミミックだね。ちょっとまた先に。俺、セーブポイント欲しい。おお、おお、めっちゃなんかいるー。ちょっと。ちなみに？ああ、そんなにダメージは。ないか。ちょっと待ってね。ミミックが挟、とかに挟まれてるのは嫌だな。しかも出血。よし、一旦片付けて。まだいるんだ。よし。扉はないから、残りこれだけかな。おい。うん。叫ばないよね。よし。ああ、これも落ちる。なんだろうな。落ちる系多いね。ここはでも階段なんだよな。何の音だこれ。いびきみたいな。いびきか、いびきなのか。あー、なんかいるねー。巨人か。あー、でもルート的に倒さないといけないんだ。じゃあちょっとおはようございます。よし。はい、いつも通り。やばくね、200入るんだよ。いや、はい、ご苦労様です。ご足労って言ってた。あー、下があるんだ。しかも下はあれ、あ、待て待て、いないふりしないで。塊、あー、これであれかな、ロスリックは最大強化いけるかな。うぅ、これでもしかしたら、道がわかるかもしれない。あ、ここだ。なんかこっち側来てる感じだもんね。あー、いや、でも降りないとダメか。いや、あった、階段。ねえ、あんなに頭に矢打たれたら絶対怒るよね。あはあ、はい。もう相手はね、数の暴力で来るからな。あっ、鶴橋。これね、ちょっと念のため排除だけしとこっか。見る感じ全開してる感じではないもんね。結構いるな。
避けた。うすげえな、あいつ。さあ、セーブポイントはないの？あ、来た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 、さっきのだ。痛い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 、やっぱ痛い。じゃあここが繋がってるんだ。さあ、ソウルゲット。あ、そういえば宝箱開けなかったね、ミミック戦ね。あ、まあとりあえず戻ればいいから。左ミミック、よし。コローの鍵、あ、これで開けれる。マジで、マジで、それはちょっと勘弁してくだせよ。ここまで来るのがまず大変なんだからね。いい罠だね。お久しぶり。お久しぶりでーす。あとは？いたいた。はい。なるほどねー。食われた。よし、強っ。闇の騎手、これは闇、闇、あー闇カット率か。よし。こっちは結局何だったんだろうね。これをちょっと待った、お宝あるのいいんだけど、やっぱいったねー。はい、ちゃんとクリアリングして。何のゲームでもクリアリング大事だよね。はい、もう一体はいない？大丈夫？いたわ。はい、先生。はい、オッケー。さすがに3体目はいないよね。これ叫ぶかもしれない。クソ団子やった。こっちがちょっと叫びそうな感じだったわ。あー、はは。そしたら、ちょっと戻って、ミミックいたじゃん、もう一体。あれ、倒して、あ、戻れねえのか。いや、戻れるか。あれ、倒して、やめよっか。よし、行こう。そっちかー、そっちタイプかー。うえー、マジか、食われたー。危なーい。エストのかけら。あ、これはでかい。よし、じゃあ今回ここまでにしましょう。動画見てる方はここまで、ライブ配信見てる方は引き続きやっていきたいと思います。
ということで、ここにご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃ、またねー。